はい、こんにちは、公認会計士の武田です。こんにちは、公認会計士の桂真理子です。公認会計士の仕事シリーズのゲストを呼んでの対談シリーズの第1弾の2コマ目ということでお送りしていきますと、コマ目をまだご覧になってない方はですね、こちらをご覧ください。我々のプロフィールもそちらで、我々というか真理子さんのプロフィールもそちらでじっくり喋ってますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。2コマ目はいですね、ちょっと仕事の話を突っ込んで聞いていきたいなと思うんですけどね、はい、ご覧の方は受験されてる方が多いというか、まあ、これから会計士目指す人が多いと思うので、その監査法人に入ってからの監査の話、まあ、僕も受験時代って実際受かって何するかってさっぱりイメージが湧かなかったのに勉強してたので、まあ、多分皆さんそうなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際真理子さんがこう合格後入所してから、まあ、実務入るまでのあたりの話をちょっと聞かせてほしい。はい、うん、よろしくお願いします、はい、まずはい、どこから遡って言ったらいいの？もう入社初日、入社初日から行こうか。入社初日、入社初日はどんな感じ？入社初日は監査法人、大手監査法人、うん、同期がバーって集まるね、うん、合格した人って年に1回やん、合格発表って、うん、でそのタイミングで全員が一斉に監査法人入るやん、うん、せやからみんな入所日がほぼ一緒なんよ、うん、ほんなら30人とか50人とか何百、うん、大きければ100人ぐらいいてんのかな、うんうん、ぐらいがその一つの会議室みたいなところ集められて、うんうん、めっちゃびっくりしたよ私その時。めっちゃおっさんとかおるし普通22歳で、私22歳で合格したから、その学生とかそんな若い頃合格したら、うん、同世代としか接してないやん、うん、今まで、うん、ほんならほんま老若男女がめちゃくちゃ同期におるから、そうやね、びっくりした。でその後1ヶ月ぐらい研修あったんかな、2週間やったかな、ちょっと忘れたけど、うんうんうん、同期ずっと最初パソコンの使い方の研修とか、うん、名刺の渡し方の研修とか、うん、長所の作り方の研修とか、うん、もう社会人のいろはみたいな研修を受けます、うん、で配属が決まって、で監査の現場に出ていくみたいな、うん、最初はそんな流れだった。いきなり現場ですよね、配属。そうそうそう、ね、そうそうそう、研修の最後ぐらいに、うん、あなたはどこの部署に希望しますかとか、そういうなんか一応希望を聞かれて、私はなんか IPO のとこがしたかったから、うん、大きく分けて英文の監査がしたいか、うん、英語系がいいか、 IPO 準備系がいいかみたいな、ざっくりその2つ、トーマツ、私トーマツ、トーマツは分けられててんけど、で私は IPO が良かったから、その IPO の部門の方に配属されました。 IPO の部門って言っても IPO ばっかりやってるわけじゃなくて、監査を上場会社の監査もしてるけど、その中で IPO の割合が多いみたいな、そんなとこに入りました。現場ここ行けみたいな感じで、ね、そうそうそう、でそう、全部メールで連絡が来て、何月何日にどこどこのクライアントに行きますって、で何時何分にどこどこの駅の何番改札に集合って言われてでそこに行ったら、知らんやん、その一緒に仕事する人、なんかスーツ着てる人見て、この人かなとか思って声かけて、あ、事前の顔合わせなく行ったん、 なかった、そう、あの、トーマツの方ですかみたいな感じ、ね、違いますとか言われてすいませんみたいな、でなんか駅で待ち合わせして、なんかクライアントに行って監査始まるみたいな、そんな感じでした。社会人の時は事前顔合わせあったけどな、さすがに。ほんまにあったんかな、あったのに忘れてたの。なんかすげえ説明受けたよ、その会社がどういう会社かみたいな。本当に、あ、一応ね、まあ、でもその打ち合わせの次の日の朝にはもう現場掘り込まれて、武田先生、新日だった、最初に手厚いんちゃう最初から。うーん、どうやったかな、まあ、でも俺は東京やったから200人ぐらいいたんや。あ、そうか、そうか。で配属後も同期が30人いて、でそこからお前はここだって決まった時に、そのこのチームごとの打ち合わせの場があったので、まあ、それが事前顔合わせやったけど。そんなんトーマツなかった、なかった体育会系すぎるな、まあ、うん、そうや、今あるんかな、前の日の晩やでって言いますけど、ほんま直前、うん、でもそのお前はどこ行けっていうアサイン表っていう一覧表があったけど、そこにはクライアント名がイニシャルで書いて、しか書いてない。それは一緒一緒、一緒やね、そう、落としたら大変やから、うん、全部イニシャルとか、イニシャルがどこの会社かがわからんかったよ、自分の担当されてるアルファベットがどこの上場企業かっていうのがわからなかったんで、俺は一体明日どこ行くんだみたいな感
それは誰も教えてくれないです、ね、イニシャルの名前の、ね、説明書とかないか。例えば BU とか。そう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 、うん、BU ってどこの会社やねんっていう、うんうん、ググっても出てこない略称で言うもんな、監査法人ってクライアント名。そうなんで、まずそこからの説明、うんあなたはどこどこの会社ですか、ああそうなんやみたいな、うん、それは絶対イニシャルじゃ分からんようになってるから、ねうんうんまあ、その会社の監査のポイントだとか、うん、その割り振りだとかいうのを聞いた、ねうん、前の日の晩に、うん、でも、うん、次の日からお前これやれって言われるんやけど分からんやろ、ねうんまあ、前の日の晩か、うん、前の日の晩に聞いた。私もその日の朝やったんちゃうかな、その会社に行ってやった。あ、分からん、え、忘れてるんかな、これちょっと変なこと言ったらトーマツに迷惑かかるから。いや、いいんじゃない20年前の。いや、トーマツちゃんとやってますみたいな、まあ、大丈夫、昔の話で。まあ、そこは一緒やね、多分ね、うん、今も多分そうかもしれんけど、うんまあ、そうやっていきなり現場に掘り込まれて、うん、これやれって言われて、うん、でもやり方が分からんみたいな。で、誰に聞いたらいいかも分からへんみたいなね、うん、僕の時はチームの先輩が年上や、年下やったね、うん、俺は合格が遅かった。監査法人あるあるやもん、うん、そう、先輩が年下っていうケースは結構あるので聞きづらい、バカな質問か。へえ、そうか、うん、俺はちょっと聞きづらかったなんか。あ、そうか、うん、そう、マネージャークラスとかなら絶対年上が多いけど、うんうん、マネージャーマネージャー逆に聞きにくいのもあったから。そうか、マネージャーにはもうよう聞かんかった、むっちゃ雲の絵の人やったから、ね、なので結構一人で格闘してたね泣きそうになってたね。それ J1 あるあるやな。そう、監査論の授業が何の役にも立たないじゃないあんだけ勉強したのに全然わからないみたいな半泣き状態やったのを思い出すけど、分析的手続きのさ、うん、定義とかめっちゃ覚えたのにな、全然役立てないそ, う、まあ、そんなもんだね、うんうん、まあでもまあそういったらこう夢なくすけど、まあ勉強は勉強でやった方がいいとは思うけど、うんうん、まあ実はね、なんか、また最近あの J1 の子が言ってたのは、受験勉強の時の監査論何やっちゃうっていうの、これその公認会計士試験の科目に入れるんじゃなくて、あの修了考査の科目に入れてくれなあかんやつやって。あ、それは俺も思ってたよ、やる前に。え、先生言ってた？いや、誰が言ってたんや。いや、それみんな言ってんじゃん、みんな言ってんかな、うん、なんかほんま監査論、うん、ほんまにやったこともないから想像もできへんから、ただただ覚えるだけで、うん、ほんで公認会計士試験受けて、で実務でやったら、え、なんじゃこれってなるみたいな。 そう、それはすごい、その現場を知らないのに監査論を勉強ってどうすんねんっていうのは思ってたけど、ね、うん、まあ、そう思ってたもん。でもめっちゃ学んだことあるやん、公正不偏の態度と、もう一個何やったっけ、何だっけ、公正不偏の態度と、もう一個なんかあって、独立性や、うん、そうそうそう、そのやつ、うん、ちょっと後で言い直したいわ私、なんかちゃんと公正不偏の態度、どうしたらいい、いいね、このままで、いやいや、なんかバカがバレるやん、現役会計士でもその程度だということで。いや、なんかもう一個あった、まあいいわ、なんとかの独立性や、うんうんうん、精神的独立性か、あ、それや、それ、そうそうそう、うん、まあそれは大事や、うん、というのは、まあそれは大事やね、倫理的なことはね、うんうん、で1社目の監査からスタートして数年間監査をまあやってきたと思うけど、うん、それはどんな感じでこうキャリア積んでた、最初の上場企業、うん、上場企業で、あれ監査の仕事って、うん、こう BS と PL の科目、勘定科目を、うん、こう勘定科目ごとに担当を分けるやん、うんうん、ほんで最初 J1 で入った1年目はいっちゃん簡単な現金預金とか、うん、資本金とか、うん、純資産の部下、うん、とか借入金とか、そういう簡単な科目からやっていって、うん、で財務項目、あ、そう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 、財務項目は簡単という位置づけなわけ、ね、そうそうそう、だから BS と PL をこう項目ごと、科目ごとかに分けて分担していくやん、うん、担当する科目がどん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 難しくなっていって、うん、でその次はなんか固定資産とか投資その他の資産とかやりだして、うん、でそのうちにちょっと
位が上がったら売上高とか、うん、売掛金とかやりだして、うん、で最後税金と引き当て金やったら上がりみたいな、うん、なんかスタッフ上がりみたい な、うん、なんかそんな感じ。何年かかった一通り。3年ぐらいちゃうかな。3年ぐらいで全科目を、うん、その3次試験、うん、今でいうとこの修了講座が終わるまでぐらいに税金と引き当て金はもう一通りできるようになるみたいな、うん、そんな感じ でそこからインチャージやるって感じ、うん、そうそうそう、インチャージになっても科目の割り当てはあるから、うん、全般的な作業プラス日程調整とか、うん、その他なんていうかな調整みたいなことが増えて、うん、プラス税金引き当て金みたいなそんな科目を担当する、うんうん、日々が続くかな、うん、その後に3年、うんまあ、3年目ぐらいまでがスタッフっていう言い方するよね。スタッフの間に各科目を順番に覚えていって、うんうん、4年目ぐらいに、うん、まあ4年目5年目ぐらいにシニアっていうポジションに昇進するのかな、うんうん、でそこでインチャージっていう、まあ、現場の責任者を任されつつ、うん、自分のチームの部下を持ちつつ、うん、そこの仕事を振っていって、うん、マネージメントしてっていう、うん、マネージメント業が入ってきて、そうやね、自分の仕事だけじゃなくてマネージメントもやっていくというのが、まあ、普通の感想でやったらそのまま何年目ぐらいまで続くのかな、8年目9年目ぐらいまで今やって続くのかな。そうやね、人にもよるけどね、うん、7、8年ぐらいはスタッフ、うん、シニアスタッフが続くんちゃうかな、うんうんうんまあ、そこまで順当にいけば、まあ、出世すればまたマネージャーっていうくらいに上がるっていうような感じよね、うんうんマリコさんはスタッフの時に育休産休、うん、シニアスタッフの時、シニアスタッフの時かに取った、うん、マネージャーになる前に辞めちゃったから、うん、その監査法人辞める人とかこうマリコさんの場合は辞めたわけじゃないと思うけど、うん、育休産休こう辞める人いるやんか、うん、それってどの辺のポジションが多いの？もう完全に辞め時っていうタイミングが3回あるね、うん、1回目は4年目、うん、修了講座が終わった後、うんうん公認会計士試験合格者っていうのから完全に公認会計士ってなった時、うん、タイトルもらった時でね、うんうんうん、に辞める人がまず一つ、うんうん、で2つ目はマネージャーになられへんかった時、なんかシニアでやってきたけどマネージャーになってこの、うん、なられへん形かなってここの監査法人やっていきたいかどうか悩んだ時、うんうんうん、マネージャーになる前後ぐらいで2回目が来て、そこを乗り越えたんやけども今度最後パートナーになるかなられへんかって、うん、3回目はなるほど、うん、そこをパートナーになるのって本当監査法人のこのピラミッドで言ったら本当一握りやから、うんうん、そこで3回目になるのかな。ちょっとぶっちゃけ聞いていいですか、うん、それどれぐらい給料が、いやそれがそれぞれどれくらいって言われたら分からんねん、分からんねんって言ったらあかんか、うん、まず、うん、公認会計士のお給料、この質問はいつも公認会計士協会の近畿会の広報部の活動をしてても、うん、今毎回聞かれるんやけど、うんうん、模範回答は、うん、公認会計士のお給料の平均は1000万円です、厚生労働省のデータで示されていますっていうね、そうなんやっていうね、平均は1000万円ですって言って、そうなんや、うん、それからもうちょっとこう噛み砕いていくと、スタッフはだいたい500万から700、うん、残業がめちゃくちゃする子やったら700、800ぐらいちゃうかな、うん、でシニアスタッフって言ってその4年目から7、8年目までは800万から1000万いくかいけへんかぐらいかな、うん、でマネージャーになると1000万前後ぐらいで、うん、でパートナーになるとどうなんでしょう、2000万弱、1500万ぐらいからかな、うんうん、っていう感じ。そこから、ね、うん、パートナー1年目ですよね、あら、まあ、そこから、うん、ずっと上に行けば、うん、監査法人のトップになってる人なんか1億ぐらいもらえるんちゃうかな、ね、らしいね、うん、そういう意味では夢があるかなと思うんですけど、はい、青天井だもんね。武田先生いくらもらってるんですか。次の動画に青天井だそうです